ヤクルトは高値から三割下落下げ止まりこんばんはふくりでふえるです今回のテーマはヤクルト本社の株価予想ですぜひ最後まで見てください目次です一、企業分析二、決算分析三、株価予想この順で動画を進めていきますまずは ヤクルト本社の企業分析からヤクルト本社はヤクルトなどを国内外で販売する乳酸菌飲料最大手コロナ禍以降乳酸菌飲料を購入する消費者が増えていますメーカー各社が睡眠の質改善や骨密度を高めるなどの機能性を示した食品を相次ぎ投入し新型コロナウイルス下で高まった健康志向を捉え 私たちの身近でも健康を意識した食生活はコロナ以前と比べて大きく浸透しましまた全国のスーパーの販売データを集めた日経ポス情報で乳酸菌飲料の2023年3月時点の来店客1000人当たり販売金額を調べるとコロナ前の19年同月比でなんと63%の増加。 販売個数も同じく55%の増加でした。o スで Y1000 の販売金額を見ると、23年3月は発売した21年10月比で5.3倍に跳ね上がっていました。発売前後の21年9月と10月について、乳酸菌飲料全体の販売金額、販売個数を比較すると、 23年3月時点でそれぞれ1割上昇一つの商品が市場を押し上げたことまたヤクルト線の威力を表す数字となっています日経新聞が独自に収集している全国のスーパー71チェーン約1500店舗の日経ポス情報によるとヤクルト線にかかわらず乳酸菌飲料の平均価格は コロナ禍以前の2019年に比べて全ての月で平均価格が上回っていますヤクルト線は当初1日平均20万本の販売本数を見込んでいました予想を上回る人気を受け増産していますが発売から半年後の22年4月には店頭で品切れになっていましたヤクルト線は19年10月に宅配専用として発売が開始され 2年後の10月コンビニでも販売が開始されていますその後テレビなどで紹介されたことをきっかけに品薄となり22年の7月と9月にはそれぞれ生産体制の増強をしていますまた22年11月には新しく工場を建て直すことでの増産も発表 乳酸菌飲料ヤクルト線などの増産を想定した新工場を千葉県に建設すると発表されました千葉ヤクルト工場から設備を新工場に移管し生産ラインを現状の2ラインから7ラインに増やします投資額は350億円2024年の夏に着工し27年春の創業開始を予定しています これにより一日あたり260万本生産する体制を整え最大12ラインまで増設するスペースを確保します NHK 文化研究所が5年ごとに行っている国民生活時間調査によると国民全体の平均睡眠時間は7時間12分で男性は7時間20分女性は7時間6分です。 女性の睡眠時間は男性よりり短くなっていることが分かります男女年齢別に見ると6時間帯と短いのは男性の40代50代女性の40代から60代で最も短いのは6時間36分日本は世界の中でも睡眠時間が特に少ないことで知られています OECD 加盟国33カ国の中でも 7時間を切っているのは日本と韓国の2つの国のみしかも平均としては7時間ですがその内訳を見ると6時間未満という人が男女ともに4割近くに上っています睡眠の質を改善したいというニーズがあるのもこの調査結果からも分かりますねヤクルト線は特に 働き盛りの30代から50代に向けて睡眠の質を向上したいというニーズを捉えて爆発的に伸びたと考えられそうですそのヤクルト本社24年第一四半期が最新の決算です実は決算自体は順調な業績を発表していたのですがその後の株価は大きく下落ではでは 株価の下落につながってしまった24年第一四半期の決算の内容とはどのようなものだったかというと売上は前年比増増営業利益も15増と好調な滑り出しでしでた,ただヤクルト本社は海外の売上比率が4割強と高い企業なので為替の影響もそれなりにあり営業利益の増加分のうち実に半分は為替によるものだったんです。 23年第1四半期、ちょうど1年前と比べて22億円営業利益は増えましたが、そのうち半分の11億円は為替に助けてもらった形です。数字としては増収増益と順調ではあるものの、営業利益の内訳を詳しく見ると、前年に比べて伸びたのは国内飲料、つまりヤクルト線です。一方で、海外飲料の売上本数は、 特にアジア・オセアニアがのき並み前年割れ。アジア・アアジオセアニアは国内飲料に次ぐ売上規模で売上では全体の4分の1利益でも2割を占める地域ですその地域が前年に比べて数字が弱かったことで海外の営業利益は為替の影響がなければ実質前年比マイナスヤクルト本社への期待はこの海外飲料の伸びにある とされていたことが株式市場でも言われておりこの海外飲料事業の伸びが思ったほどでなかったことで株価は大きく下落したと考えられます決算発表後株価が戻っていないのもやはり海外飲料事業への期待がそれなりにあったということが裏切られてのものと思います。とははいいえヤクルト本社自体には良いニュースも それが、乳酸菌飲料ニューヤクルトニューヤクルトカロリーハーフなど3商品を9月1日から値上げしていることですニューヤクルトは1本当たりの税別希望小売価格を40円から48円に20%引き上げこの商品の値上げは2013年以来約10年ぶりですまた、 ニューヤクルとカロリーハーフは5本パックが200円から240円に引き上げられました包装材や乳酸菌飲料の原料である脱脂粉乳が高騰物流費なども上昇しており商品価格に反映するとしています値上げは9月1日からでしたので次の決算発表である24年第2四半期決算には9月1ヶ月分の値上げ効果も反映されます 機能性表示食品の乳酸菌飲料ヤクルト線、量販店向けのヤクルト1が国内で好調。これらは単価が高く採算性が良いため、売上高、利益を繁引していきます。今季24年3月期は増収増益の見込み。第1四半期を終えた時点で業績は据え置いていますが、売上は前年比9.9%増。 営業利益は14%増純利益でも15%増を見込んでいます10月1日以降は1対2の株式分割も行われ個人投資家にとっては株価の単価としても買いやすい価格帯になりそうです24年第1四半期決算をここでまとめておきます全体では増収増益で着地、期待の海外飲料 特にアジア、オセアニアが前年割れとなりました国内飲料は主力のニューヤクルトで2割の値上げこちらは次の決算から数字が反映されます10月以降1対2の株式分割で年間配当は0.9%の増額となります続いてヤクルト本社の決算分析です現時点でのヤクルト本社配当利回りは 配当利回りとは現在の株価に対して年間でどれだけの配当を受け取れるか日本株平均2.3%以上を高配当株と判断した場合ヤクルトの配当利回りは1.48%継続的な増配を目指すことを最優先とし将来の事業拡大や収益向上を図るための資金需要および財政状況並びに 当期の業績などを総合的に勘案して配当金額を決定しています続いて PER 株価収益率です株価が一株当たり利益の何倍になっているかの指標コロナ前5年間の日本株平均16.6倍以下を割安と判断ヤクルトの PER は20.0倍過去3年間の平均的な PER 水準は24.5倍なので そこから見ると割安の水準です。続いて PBR 株価純資産倍率です。株価が1株当たり純資産の何倍になっているかの指標コロナ前5年間の日本株平均1.25倍以上を株式市場が乗れんブランド価値を高く評価している優良企業と判断します。ヤクルトの PBR は2.3倍続いて売上成長率です。 直近5年間で年何パーセント売上が伸びているか、4%以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します。ヤクルトの売上成長率過去5年間は3.8%でした。続いて営業利益率直近の年間決算の実績で売上に対して営業利益は何パーセントだったか？7 2。.2% 以上であれば日本株の平均以上と判断します。 ヤクルトの営業利益率は続いて営業利益の成長率です。直近5年間で年何営業利益が伸びているか4%以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します。ヤクルトのの営業利益の成長率は 8. 7続いて生産性です。従業員1人当たりの営業利益はいくらだったか。 300万円以上であれば日本株の平均以上と判断しますヤクルトの生産性1人当たり221万円です最後に ROE 自己資本利益率です企業が持っている純資産をどれくらい上手に使って利益を上げているか企業の所有者である株主にとって利回りにあたる指標です10.6%以上を日本株の平均以上と判断 ヤクルトの ROE は10.7%と急大点です続いてヤクルト本社のチャート分析です順調な業績を発表した決算に反して決算翌営業日の株価は大きく下落実はヤクルト前回の23年本決算を発表した5月も決算翌日に大きく下げるということがありましたその時は 次の日以降で5月1日につけた高値付近まで戻し以降また下落基調にそこから3ヶ月間は決算の内容を見極めたいという投資家心理を表したような横ばいの展開が続いていましたただし今回の決算を受けて株価はさらに下落こちらは少し長い週足のチャートです週足のチャートで見ると コロナショック時の2020年3月に4800円台という株価をつけましたが、そこからは基本的に上昇傾向が続いていました。今回の株価の下落、調整はどこまで行くのでしょうかでは、長期はというと、長期的には業績に連動して株価は右肩上がり傾向となっています。 ここまでを一旦まとめるとヤクルト本社は直近の株価は上昇一幅下落に転じて高値から3割ほど下落していますただし20年以上の長期のチャートで見ると業績に連動して株価も上昇傾向です発表された直近の24年第1四半期決算は増収増益ただし 業績をけん引する海外のアジア・オセアニア事業を中心に海外飲料事業は為替に助けられた形となっており株式市場の投資家心理を裏切った形と捉えられ株価は下落今期23年9月からは国内飲料を10年ぶりに2割値上げしますまた10月からは1対2の株式分割も行われる予定 配配当は毎年増配傾向、分割で配当は実質増額です海外飲料事業に関しては26年稼働予定でアメリカに2つ目の工場も新設予定設備投資は継続しており業績的には問題なく今後も増収増益を続けられると予想しますということでヤクルト本社の株価予想ですフエルの個人的な株価予想は 7486円から8602円まで上がると予想します以上です高評価チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたしますコメント欄にてぜひあなたのご意見もお聞かせください最後まで動画をご視聴いただき感謝していますいつも本当にありがとうございます幸運を